はい、どうもゴリスポーです。皆様お疲れ様でございます。自分の動画のコメントに、こんなのもあるんですよっていうスプロケットですね。もうオフセットされてるスプロケット、お値段が2万円ぐらいかな。はい、それはリジットマウント時代のスポーツスターまでだったんで、まずラバーマントには入んないだろうって思ってたんですが、よくここの中の歯の部分を数えたら古い時代のやつ33個でした。そして今のラバーマウントのこの歯車の数も33個っていうことは、もしかしたら入るんじゃないかと。なのでポチってしまいました。送料込みで24,000円、オフセットプーリー、オフセットスプルケット、はい、をポチってみました。入るかどうかは分かんないんですが、まあ、入れてつかないものは何もないっていう感じで、もう何とかしてつけます。はい、そんな感じでスポーツスターの、トランスミッションスプルケット、海外のオフセット、何センチだったかな、そこそこあれですね、写真貼っときますね。はい、ガッツクローム様経由でポチりました。いくつ届くかとかはちょっと分かんないんですけども、最短で5日、最高で20日って書いてありました。もしそれがね、奇跡的にスコンって入っちゃったら、もうゴリスターは普通に走行可能なんですが、ゴリは冬は高尾山来て22度って、あのメーターで、そんな暖かくないですからね、今ここ本当に寒いです。なのでとりあえず、今からできることって言ったら、ナイトロンですねの車高を上げるロンガイですね、それを入れてみたいと思います。はい、長々とすいません。はい、左がノーマルのナイトロン、右が、ロングアイ2センチを2センチアップですねを入れたナイトロン、かなり結構戦闘的なフォルムになったような気がします。2センチアップ、これで自分のロードスターは、かっこよくなると思います。それでは取り付ける前にちょっと細かいところで、ナイトロンあまり素手では触りたくないトロン、このゴムですね、このゴムを、はい、この中に入れて、そしてこれでパチッと中に入ると、防水設計なのかなんか分かりませんが、こういったゴムが片側2箇所、上も2箇所、合計4箇所入るっていう感じですね。こんな感じ。はい、それではロードスターにつけてみたいと思います。はい、忘れかけてましたが、この問題のワイヤーですね、スイングアームを、スイングさせて、これうまくズコンって向こうに行かないかなと思ったら、やっぱり行かないですね。リアホイール取り外しました。スイングさせてもダメと、ということはもう全バラです。あそこにアクセスするにはマフラー等を取らないと、絶対に無理なんで、ただ今日はもう一回組み込んじゃいますね。はい、とりあえずナイトロンをつけてどんな感じになるかっていうのを見たいんで、今からまた組み込み、そして、あの配線のおかげで全バラと、もうありえないですね本当に。こんなもののために生まれてきたんじゃない状態ですよ本当に。しょうがないですね。はい、次は組み込み動画になります。はい、3号機ロードスターですね、スポーツスターシリーズロードスター、実際ロードスターよりは若干後ろ下がってますが、今までに比べれば随分と上がったと思います。2センチの差、そして、いいバランスだと思います。すごくいいバランスになったと思います。やっぱりロードスター落としすぎちゃうとかっこ悪いんでね。はい、この感じすごく良くなったと思います。次はバラシになっちゃいますね。そんなわけでお疲れ様でございます。